ドクトルカッチャー、はい、ゲストに。さて、7月11日も放送ありますけれどもね、はい、楽しみですね、はい、7月11日は一体どんな内容になるのか、まずはカッチャン、はい、自己紹介とそして、はいはい、あの番組内容とお願いできますか、はいはい、毎週土曜日、はい、朝11時半からキス FM 神戸899で、はい、健康番組をあのさせていただいております、はい、ドクトルカッチャンでございます。ドクトルカッチャンです。恥ずかしいかな、はい、そしてアシスタントのメイグです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カッチャン先生、7月11日、はい、うん、あの豊中にね、はい、あのあの工房羅針盤ってあるんですけどね、うん、はい、でまあ、先週ね、まあ、中途障害者の話ちょっとしていただいたんですけども、はい、そういう方々が働いている、ね、うん、施設、はい、そちらのね、まあ、スタッフの方に今日お越しいただきました。はい、そうなんです。素敵なゲストを今回もお迎えしています。中途障害者の生きがいづくりの場を提供していらっしゃいます社会福祉法人豊中きらら福祉会工房羅針盤指導員の奥田誠さんです。どうぞようこそ。よろしくお願いします。 だいぶ緊張してますね。ちょっと緊張の夏ですね。いらんせんでしてもそうやな、こっちは。それで、実はね、私一回遊びに行ったんですよ。はい、ね、で、まあ、施設の方こうね、面倒見てらっしゃって、うん、でいろいろお聞きしましたらね、はい、でも48名そうですね、すごくたくさんいらっしゃるんですね。でそのうちの20名の方がちょっといろいろね、うん、自分のことも、まあ、大変な方、はい、で7人のスタッフでね、面倒見てらっしゃるんですね、うん、大所帯ですね。そうですね。毎日楽しいですか？はい、やはり利用者の方がもうほとんど私たちのお父さんとか、うん、もうおじいさんぐらいの世代もいてるんですけれども、その中で一緒に仕事をやっていく中で、うん、こちらが何かするだけじゃなくて、向こうからもたくさん教えていただけることがあって、うん、はい、毎日勉強になってます。でね、もう彼ね、約10年この仕事やってるの。ベテランさんですね。さすが、だって指導員ってなってますよ ね、うん、大きい声で言えないけどね、はい、オーナーが聞いたら怒るから、ね、いや、お給料もね、大体私、ちらっと聞いたんですよ、うん、ね、でよっぽどね、使命感がないとね、はい、10年続かない。すごい、偉い、ね、うん、それでね、まあ、クッキーとかね、はい、いろいろこう、まあ、お作りになってですね、はい、販売されてるんですけど、これ ね、 ここにね、この私ね、この前食べたら美味しかった。この前ね、30セットぐらい買って帰ったんですけどね、うん、で、まあ、いろいろな、ね、味の、まあ、クッキーと、はい、あとこれ3種類あるんですね。私この前2種しか知らなかったけど、はい、これ3種類、ブレッドパン、はい、はい、ブレッドケーキ、ブレッドケーキ、はい、パウンドケーキのような、うんうん、なるほどなるほど、ねえ、とても美味しそう。この前ね、これ食べたの美味しかった、うん、レーズンがたっぷり入ってる、はい、うん、で、ふわっとしてますね、うんうん、それでね、こう販売のご協力をしていただける、はい、まあ、お店とかね、あるいは個人的にご購入いただける方を今、うん、まあ、お願いしてるんですよね、はい、で毎日こう作ったのがたくさん売れたら、うん、元気出るでしょ。そうです ね、うん、施設のね、うん、利用者の方も元気出るし、はい、そうそうそう、でこれ食べはった人も美味しくってニコニコ笑顔になるやろうしね。なかなか途中で障害を持たれた方は今まで勤めていた会社を、はい、まあ、辞めさされてしまってですね、うん、もう自分は社会にそうやって参加することができないと、もう半ば諦めてる方がほとんどなんですね、うん、その中でこういう自分たちでも何か商品が作って、うん、はい、それが売れるっていうことが社会との接点になって、うん、またそれが生きがいとなって、生きる意欲といいますか、うん、そういうのにつながってくるので、ぜひ販売の方に力を入れて今後もやっていきたいなと思ってるんです、はい、うんうん、で、ネットなんかでも、まあ、求めることができるっていうことでしたけれども、いろいろとね、はい、電話番号ちょっと大きく、電話番号の方がですね、はい、豊中市にあるんですけれども、はい、06-6152-4770 になります、はい、06-6152-4770 番までお待ちしています。はい、ぜひご協力よろしくお願いいたします。お願いいたします。ということでですね、毎週土曜日朝11時30分からキッス FM 神戸 89.9MHz で好評
放送中のドクトルかっちゃん健康にキッス、ぜひ皆さんこちらの番組の方も楽しみになさっていてください。